上流部の阿波市隣町宮川内付近、宮河内谷川は、徳島県阿波市と伊野郡を流れる吉野川水系の主要河川の一つである、阿山山脈の徳島県阿波市隣町宮、川内江川に源を発し、阿波市、上伊町、伊野町を東に貫流し、旧吉野川に合流する、流路延長 18.981km、流域面積73.6平方キロメートル、 上流は、渓谷となっており、継承地、奥宮川内谷として知られる、旧川内ダム、御所神社、御所温泉などがあり、上流一帯は1967年、奥宮川内谷県立自然公園に指定された、川沿いに国道318号が走る、1986年県境の宇野田尾峠に、トンネルが完成し、徳島市と高松市を結ぶ最短ルートとなった、 沿道には名物の御所のたらいうどんの店舗が立ち並ぶ山間部を出たところで東西南北各 4km 面積約14平平方メートルの徳島県最大の洗浄地を形成する洗浄地帯は以前は畑作中心だったが1956年の阿波淡水の通水1964年の宮川内ダムの完成により水田地帯となった 下流の平野部では、稲作のほか大根、白売り、きゅうり、レンコンなどの栽培が行われる。宮子内谷川によって形成された貸し団球から、徳島県内では、旧石器時代最大級となる C が、丸芝生遺跡が発見されている。宮子内谷川は、戦場地では200メートルだった川幅が下流部では20メートルと、狭くなる上に、極流となり、 また下流域では一部天井側となるなど、大雨のたびに古来より、しばしば洪水を起こしていた。1899年から1961年までの、約60年間で十数回の洪水が発生している。1941年から1944年にかけて、第一次改修工事が行われた。しかしその後も1950年の全台風や1953年の、 台風13号によって、全流域各所で、派遣決壊し、1961年の第2、室戸台風でも140メートルにわたって堤防が、決壊した。昭和28年台風13号を契機に1955年より、中小河川改修事業として、中華流部11キロメートルが着工し、流路の拡大、直線化が行われ、1978年、完工した。 また、戦場地形のそれらの問題を解消するために、昭和39年に宮川内に多目的ダムである宮川内ダムが建設された。ダムは平成7年度から平成15年度施設、改良事業が行われた。下流より記載、ありがとうございます。